番手の位置です。バックストレッチ。6番の木村先行一射のような感じ。残り600の鐘、後ろの様子を見ながら6番の木村が自分のペースに持ち込むか。1番の後藤は5番手控えている。4コーナーからホームストレッチ。間もなく残りが1周。6番の木村がペースを上げていきます。2番手7番の木崎、その後ろ2番の三井が続いて、さらには4番の郡司、1番の後藤は現在5番手、まくりに構えた体勢だ。バックストレッチに入っていく。6番の木村が先頭、2番手7番の須崎ぴったり追走する。1番の後藤のまくりは4番手から3番手に迫ってくるが、これは2番の三井がブロックしていく。6番の木村が先頭、番手絶好だ。7番須崎、4コーナーか直線、木村が先頭、追うのは須崎、木村が粘っている、木村押し切ったか、ゴールイン。